皆さんと再びこの映画に取り組めること本当に嬉しく思います。これはバイプレイヤーのバイプレイヤーによるバイプレイヤーのための映画です。思う存分暴れましょう。アウトローの森はバイプレイヤーの映画を作るために小説を作って自費出版までした念願の映画だった。それがようやく大変なんだよ。これ見てくれよ。アメリカの大手配信会社アマゾネックスがアウトローズフォレストというギャング映画の制作を発表。アウトローズフォレスト、日本語に訳すとアウトローの森。アマゾネックスからうちに連絡があって。なんだって？アウトローの森の制作を直ちに中止しろって。アウトローの森の権利は正式にアマゾネックスが抑えてるからって。つまり企画を売ったやつが俺たちの中に。What is going on here? わあ、あれはアマゾン X が森いっぱいに仕込んじゃって。もう難しいですねこれ。でも仕方ないですよ。この世界うまくいかないことだらけですから。こうして無重力空間でとんでもない事件が。ドラマ24下北沢アルマゲドン最終話、酸素ボンベになった男。金曜夜放送、見てね。ついに西スタも今日で最後ですね。聞きましたよ。なんか大変そうですね。誰が僕らの企画を。でもあの記事すごくないですか。人斬りの松重がデニーロで、マシンガンのトモローがニコルソンで、ジャックナイフ小沢が進むって。進む宮尾。はい、違いますよ。トモローさんは一緒に住んでたじゃないですか。もしかして僕らの企画売ったの。Okay.